え？カツラ？衝撃の事実。ほいということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことでやっと向かいますか。やっと次の回に向かいますか。なんかトランプめっちゃ動くんやけど、なんなんやろあれ。なんでもないんかな。さあ、これで、あと14回と15回だけやろう。よし。見えてきたね。はい、それじゃあ14回、ディスコフロア。賑やかそうやね。ん？明るそうな感じがする。めっちゃ、ライトアップされてる、ディスコだから。明る！やば！今までと全然違うね。全くもって違うね。これなんかあるやろ。なに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 、おお、いっぱいお金。やったね。で、あとは何もないの？うん、なさげ。で、こっちの方向か。おお、なんかかっこいい。絵が超かっこいい。この辺実体化したりせん？せんか。さすがに。なんか、この奥に、お金が。ん？どっか行った？これ部屋入れるんかな？これレジじゃない？ですよね。ですよね。イェーイ。めっちゃ強盗していく。この辺は？なに？うわ、なんか急激に。いやー！助けてー！助けてーよ。よいしょー、行くぜー。あれ、紫のやつどこ行った？一瞬倒そうと思ったんやけど、ちょ、無理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 。よいしょ。待てよ、おい、どこ行く？あ、この横はあれか、服屋さんか。あれ？赤いやつ普通におるやん。ちょっと、倒したと思ったんだけど。倒せてなかったんかーい。よし、オッケー。さあ、行くよ。ここはチケット売り場ってことかな。ディスコがどんな感じかわからんけんあれやけど、チケットとかあるんか。で、ここが服屋さん。おー、見てこれ。お化けのぬいぐるみや。ここはなんかいろいろとグッズがあるんやね。そして当たり前のようにレジからお金を抜いていくと。あ、ここはもう服屋さんではなく普通にお土産屋さんというか、お土産なんて言うんやろ。まあ、グッズショップみたいな感じ。そしてそこをめちゃくちゃにしていく。いいよ。あれ？この服はいけないのか？これが邪魔でいけないだけか。この辺のキーホルダー強くない？強くない？なんか全然引っ張れんのやけど。ここの布多分引っ張れる。よし、オッケー。あとは、この上にある絵とか。おー、綺麗さっぱりなくなったね。で、服屋さん。この辺絶対なんかあるやろ。もうなんか、おしゃれっぽい感じの服がいっぱいあるけど。何今の？なんかなかった？なんか転がり出てきたよね。お金？よっと。帽子。よいしょ。綺麗めの服やね。ふぅ。引っこ抜けんのかと思った。で、上にある帽子とお金ももらっていく。よしよし。なんかただの泥棒みたいになってきた。お、女性物もあるのね。あ、なんか下から、これ宝石？このフロアの。へぇー、ヘッドホン型や、かわいい。よし。さっきからとりあえず一通りルイージが
泥棒をしよるところしか見せてないんやけど。これなんなんやろ。絶対なんかある気がするんやけど。ん？何もないのか。え？ないのか。こっちは？開く。え、少な。え、大丈夫？金庫に入れるような額じゃなくない？あ、これ、あれか。ちょっと待って。これで、よいしょ。汚い。汚い。怖い。無理。うわ。地獄絵図だった。めっちゃ怖かったんだけど今。普通にお化けより。やば。ちょっとお店の衛生状態よろしくないよ。これは、にゃー！待って。よっ。もう君の倒し方が分かったからね。よいしょ。ほら。浄化されておいゆき。はい、オッケー。ふぅー。わーお。何がわーおだ。よいしょ。ふぅ。そして中身を回収。オッケー。あ、ここも多分外れて、排水口みたいなの出てくるんやね。通気口か。行こう。おー、なるほど。中に詰まってあったお金を取り出したのね。あ、これ、これ下さ、引っ張れるんじゃない？え、引っ張れんかな。あ、絶対引っ張れると思ったのに無理やった。とりあえず奥に進んでいくか。何？どうした？え？え？何があったの？なんもないんかい。あれ？もうなんかボタン、15階のボタン？え？早くない？まあそりゃボスは出てくるんだろうけど。出てくるんだろうけど。え、てかめっちゃエリア狭かったよね。ディスコってこんな感じなんや。周りに席とかあるんやね。なんか、ダンスフロアしかないんかと思いよった。そんなことはないの。なんか蛇出てきたよ。え？ちょっと、蛇だとか蜘蛛だとかしっかりしてよ。ちゃんと掃除してよ。おう、ハート引っ張り出してこれた。あれなんかな、やっぱみんな、こう、ウェルカムドリンクとかでさ、お酒飲んだりとかするんやろ？なんとなくの知識で話しよるけど今。やけん、多少汚れとっても気にならんみたいな。でも多少じゃないと思うんだ。うわ、ネズミ出てきたよ、今度。最悪やね。衛生的にもうほんと最悪な状態やね。ん？ここなんかめっちゃスモーク出よるよ。そういうもの。おぉ、びっくり。特に何もなさそう。ステージの上上がるか。これ取ろうとしたら多分ボスが出てくるんや。ほら、来た。なんか、最後の回だけ色が違う？紫っぽくない？あ、違うか。周りのライトが反射しとるだけ。なんで手離すの？誰？あのおばさんじゃない。誰？でもなんかめっちゃ人間っぽいの出てきたね。え？あ、なんか壁にかかりとった絵の格好と一緒や。この格好かわいい。え、めっちゃかわいいんやけど。なんなの？めっちゃダンス見せられる。え、かっこいい。すごい。あ、動けるようになった。なんなん？何するんやろ。あ、とりあえずフード。あ！なになになに？
あの子がもう、ちょ、どれだ？わかんなくなったんだけど。でもとりあえずさっきまでボタン持ってた子は、なんか取り除かれたんかな？すげえ。あー、ちょっと、それを返して。消えた。いや、普通にフォーメーション合ってるから。あー、ちょい。やっぱりちょっとずつ減らすべきなのか。どの子かわからん。でも多分、この子じゃない？ほら、合ってる。やったー！あ、そういう感じね。よっ、か。ね、あのおばちゃんは何もしないの？お、ゲットできた、もしや、普通に。掘り投げるね、おばちゃんとこ行くやん。ほら、何してんの？びっくりした、お尻に入れたんかと思った。なにまた？あ、今度は、自分と戦えってこと？何それ円盤？とりあえず回復させてね。あ、満タン乗った。そういう感じなんや。何？攻撃パターンを掴むまでに何かがありそう。あー、怖い！あの子たちのダンスをもっと見ていたかった。え？カツラ。衝撃の事実。ちょい！あ、痛い！そんなの当たったらなんか、サクって、スパッて切れそうじゃない？おー、そういう感じなんやね、戦い方。なるほど。アフロを取り払えばいいんや。回復もできたし。あ、怖い。あんなの首スパッていきそう。恐ろしい。はい。結構簡単にやっつけれそうな感じするね、この子。よいしょ。アフロが転がっていきよったよ、今。くる。攻撃パターン変わらんのかな、途中。一緒やんね。おっと？ちょっと変わった？いや、変わってない。変わってない。よっ。地毛は結構坊主に近い感じないよね。アフロの人ってそういう感じなんかな？違うんかな？まあ、アフロの人民権あれやけど。ちょ、怖いんで。はい、投げ、いったー！怖ー！つらー。はい。オッケー。もういけるんじゃないか？ほら。よっ、はい。最後の最後までノリノリやねん。あ、でも、これで今度こそ、ボタンゲット。最後、15回のボタン、お、やったやん。だってもうね、奪いに来るお化け猫もおらんし。イエーイ。やったね。ほら、平和の音楽流れ出した。よきよきここ初めて、いやでも、あれか、マジックフロアも一応、明るいっちゃ明るかったんかな。ま、このレベルでの明るさではなかったけど。これなんやろ。なんかよくわからん。ほら。めっちゃかっこよくない？こっち側なんもないんかな。端っこなんか、よくわからん。うん、全くわからん。けどめっちゃ回転させられる。は、謎。特に何もないね。でもこの回さ、めっちゃなんか、宝石全然見つからんかった。どういうこと？この内側とかでなんか、なんもないね。何もないっすね。
なに？おっと、なに？さっきの逆襲ですか？やめてよ、やめてよ。ほらほらほら。今のは私の行動がなんかあったのかな？それとも普通にエレベーターに近づいた件ってことかな？はい、待って待って。待って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 、はい。オッケー。よいしょー。もっと君たちのダンスが見たかったよ。私は。絶対めっちゃ練習したんやろうな。超かっこよかったもん。ああいうダンス踊れるのめっちゃいいよね。私は、リズム感覚というものが全くないので高校でダンス、なんか体育じゃなくってダンスっていう授業があったんやけど、ダンスの授業とかめっちゃ苦手やったもん。まあ、楽しかったけどね、普通に。これ足元なんかめっちゃ光るんやけど、これ何かしらさ、揃えたら全部光らせたらなんかなるとかないかな。あるんやない。消えた。これ絶対あるって。これ全部光らせたらいいことが。え、消えたんやけど。待って待って待って、消えた消えた消えた、ちょっと消えたって。じゃここでウーイージ登場させて、なんで消えるんよ。どうして消えるんですか？全部を光らせることはできないな、これ。もしや逆に全部を消す。無理や。わからねえ。なんもない可能性の方が高い気がしてきた。はい、ということで、じゃ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。え、でもあれだよね、あのおばさんは戦わないの？猫の仇は取らないの？だって最後絶対キングテレサやと思うんやけど、違うのかな？